んだ、ほんと語彙力不足とか言った人は。俺は常に動画はノープランで作ってるから、基本的に語彙力不足っていうのは何も考えてないんだ、開いた時はもう。基本的にノープラン。なあ。もう柴田とかヒカキンみたいに、ああやって俺綿密に練って動画作ってないから、もう適当。もう人生適当。何も考えてないんだわ。そう。だからこの結末はしょうがない。何も考えてないから。そう。そう、語彙力不足なのはしょうがないんだ。何も考えてないからな。ノットシンキング。何も考えてない。だから、この結末はしょうがない。だから、ほんと言って、語彙力不足だって言われるとね、ちょっと悔しいけど、反論はできない。そう。語彙力不足の動画が多いからだ。なあ、ほんとに。そう。語彙力が足りないっていうのはしょうがないね。国語は苦手だからね。基本的に。なあ、国語より数学派だから、基本的に。語彙力の勉強はしないんだよ、基本的に。なあ、語彙力って言われたって。日本語は危ういんだから、かなりな。日本語が。支離滅裂の意味とかな、もう。危ういし、傍若無人とかね、もう、そういう四字熟語のことは、ちょっと危ういから、かなりね。そう、ダメなんだよ。なあ。俺様に偉そうに語彙力とか、踏んずり返ってやつは。本当に。俺だって必死なんだ、日々必死。なあ。もう毎日苦しくてよ。頑張って生きてんのに説教垂れて、俺の面白いだけ言っときゃええんだよ、ほんと。なあ。まあ、期待とか言われてもよ、説教こかれると疲れるんだ、俺だってよ、ほんと。日々疲れてんだから、ほんと。何か説教だ、ほんと。俺疲れてんだよ、毎日。もう精神的に。はぁ、だな。ほんと嫌だ。うん。誰が無駄だ。